で、みんなね、スクール生大会、試合のまずルールやり方を覚えるっていうことが一つと、あと、マナーを覚えてください。はい、じゃあ今日ね、一日起きた分も元気よく、試合をしてください。はい、じゃあ、ダウン。アップ。はい、ダウン。ちょっと危ない。はい、コート乗って。大丈夫。こっち、オッケー。もう1ゲーム取ったら、取って7号になったら終わり、6、6になったらタイブレークやるよ。3対0で勝ちました。福内咲が滝川一華さんに3対0で勝ちました。はい、OK です。それでは表彰式を行います。1、2トーナメント優勝を柳瀬里奈さん、おめでとう。はい、おめでとうございます。優勝できてとても嬉しいです。でもまだ強い人がいっぱいいて、スポーツマンシップ、みんなとっても良かったですっていうのが、とてもね、気持ちよく試合、もちろん大きな声でコールをしてたりとか。はい、今日のスクール生大会これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。